バークレイオープンインフラフォーネットワークコンピューティングバークレイオープンインフラフォーネットワークコンピューティングバークレイオープンインフラストラクチャフォーネットワークコンピューティングとは分散コンピューティングプロジェクトのプラットフォームとして開発されたクライアントサーバー型のソフトウェアである開発元はカリフォルニア大学バークレイ校略称はボインクセティホームの運用実績をもとに より柔軟で、汎用的なシステムを目指している。ボインクの公開後、セティホームは、ボインクベースへと移行し、ボインクを使用しない単独プログラム用セティホームは2005年12月に運用を終了した。ボインクは、その開発に際し、アメリカ国立科学財団、NSF の支援を受けている。参加者が最初に導入するのは、口実するボインククライアントであるが、ここでは、 クライアント側ソフトウェアの構造から説明を始める。まず、参加者側に配置されるクライアントソフトウェアが稼働するのに必須な部分は以下の2つである。全社アプリケーションは各プロジェクトのサーバーから参加者側へダウンロードされて複数プロジェクトが共存できる。上記の必須部分に加えて操作を楽にするための GUI は追加できる。GUI 部分と、そしては このように構造上分離されているが、今では、ほとんどのプラットフォーム向けに、それで、GUI が用意されている。このため参加者から見ると、GUI がオプションであるとは、意識されていないことがほとんどである。配布に際してもコアクライアントと GUI は一体として、配られているので、コアクライアント GUI を、ボインククライアントと呼ぶことが多い。つまり、である。例えば、Windows 用や、 マックス用の標準 GUI 版のボインククライアントがある。GUI の中には機能を絞ったシンプルな画面と細かい操作のできるアドバンストビューの2層構造になっているものもある。コアクライアントにはスクリーンセーバーを組み込む仕組みが用意されており、旧来のセティホームでもあったようなグラフィカルな動作画面が表示される。スクリーンセーバーはアプリケーションごとに用意するものなので、 スクリーンセーバーが表示されないプロジェクトもある。以下では、ボインククライアントを主にコアクライアント GUI の意味で使うが、さらに大まかにも集合的に含めたクライアントがソフトウェア全体を意味することもある。ボインクベースの分散コンピューティングプロジェクトへの参加者は、まずボインククライアントを入手し、プロジェクトへの参加登録はボインククライアントを通じて行う。 参加登録が終わると直ちにそのプロジェクトのアプリケーションと最初の仕事が自動的にダウンロードされ運用が始まる仕組みである。アプリケーションの新しいバージョンがリリースされた際も、ボインククライアントが自動的にダウンロードする。稼働の一時停止や再開、プロジェクトからの脱退はボインククライアント上で指示できる。複数のプロジェクトに同時に参加する場合も、 ボインククライアント上から参加手続きをすればよい。同時に稼働できるプロジェクトは CPU コア一つにつきプロジェクトのみだが一定時間ごとにボインククライアントが自動的にプロジェクトを切り替える。ボインククライアントの設定や各プロジェクトの設定、プロジェクト間の稼働比率の設定は現状ではボインククライアント上からは設定できない。 プロジェクトのウェブサイトに設けられたユーザーページ上で設定変更し、後ほど変更情報をボインククライアントに取り込む方法が取られている。サーバー運用の手法が確立しているため、新たにプロジェクトを起こす際に一からインフラ部分を整備する労力を要しない。また、還元プログラムはオープンソース化されている。セティホームで得られた分散コンピューティングの 運用ノウハウを他の科学研究にも役立てることを主眼としているため、サーバ運用の省力化を念頭に置いて開発されている。通常、分散コンピューティングでは計算結果の信頼性を高めるため、同一の仕事を複数の参加者に配布して返却された計算結果を比較している。この仕事の複製配布計算結果の回収、審議判定。 参加者への功績値の付与付与ファイルの抹消という一連の運用が自動化されている。旧セティホームでは終了直前の仕事を複製しておき不正に功績値を稼ぐチート行為が問題となったが個々の仕事がどの参加者のどのコンピュータに配布されたかを把握しているボインクではこのようなことはない。ボインククライアントでは 自身が走っているコンピュータの情報を細かく調べて、プロジェクト側に申告している。これにより、特定のプラットフォームや CPU の計算能力、プロジェクトに提供するメモリやハードディスク容量の高によって、参加の可否や配布する仕事の計重を選択できるようになっている。ポインクは、プロジェクト主催者が運営するサーバに対し、参加マシンは、コアクライアントを通して、 HTTP を用いてアプリケーション及び計算ユニットを取得し、ローカルに処理するモデルとなっている。幅広くボランティアを募って行うプロジェクトの場合、扱うデータ量に対する CPU による計算量の比が大きい処理が好ましい。商用インターネット接続はコストがかかりまた、ネットワーク帯域が図紙も広くないため、特に一日あたり1 g バイト以上のデータを 送受信するようなアプリケーションでは、自組織内のコンピュータクラスタを用いた方が安価である。プロジェクト主催者のサーバは、次のような構成をとる。オープンベータのプロジェクトも含む、クローズドベータ、あるいは参加者数を限定して運用している。プロジェクト群、参加者登録は可能なものの、まだワークの配布が始まっていないプロジェクト、長期にわたって運用停止していたり、 運営側が休止を宣言したプロジェクト IBM 社の支援のもと複数の医療系プロジェクトを展開している。すでにいくつかのプロジェクトが完了、もしくはフェーズ2に移行している。ワールドコミュニティグリッドの項も参照のこと。ユナイテッドデバイセス社のシステムで運用されているプロジェクトであったが、土社のクライアントのサポートは2008年6月で中止され、 一方これと並行して2005年11月からボインククライアントから参加できるようになり現在はボインククライアントのみのサポートとなった当初は脇役的な扱いでボインクからの参加方法もわかりづらかったが grid.org の終了前後から主客が逆転しウェブサイトでの参加登録後に現れるクライアントダウンロードページでもボインククライアントが 上位に表示されるなど、ドクライアントの方が分けへと追いやられているという変遷もあった。WCG サイトからの参加手続きは通常とは若干異なるが、これは初心者に対する配慮から WCG プロジェクトに参加した状態でのインストールになっていることによる。そのため、ボイインクで WCG に参加する場合は WCG サイトから インストールするのがが最も簡単で手間がかからない。また、ボインククライアントは、最新版が使用されており、インストール後に、WCG 以外のプロジェクトを追加する場合も特に、制限はなく、別途、ボインクに参加した人との差異はないと言ってよい。2007年10月3日、ボインククライアントからの功績値は68.8%に、達し。 2008年6月26日には100%となり、ドクライアントは使命を終えた。特徴としては、ボインクでの功績値、クレジットとは別に、過去のドクライアントによる功績値との整合性をとる、必要性からポイント1クレジットイコール7ポイントによる功績値集計を行っている。なお、ボインクスタッツ等では、ボインククライアントによる功績値のみが、 通常のクレジットで集計される。グラフィック表示可能。ただしグラフィックサイズは 640-480px。ボインクと違い、プロジェクト単位でのユーザー登録ではなく、ワールドコミュニティグリッドで一つのアカウントを作成する仕組みである。一つのアカウントの下で、WCG すべてのプロジェクトに参加するか、個々のプロジェクトに参加するかの選択設定も行える。 また、WCG では、新規プロジェクトの指導と終了が、比較的に頻繁に行われるが、新規プロジェクトを自動的に追加する設定が、プロファイル設定に存在し、これにより、自動で参加プロジェクトを増やせる。なお、最新のプロジェクト状況については、ワールドコミュニティグリッドを参照。ボインクをベースに運用されている、商用プロジェクト。 2008年3月末をもって全ての活動を終了した。セルコンピューティングベータアースの項も参照のこと。ボインク標準クライアントからの参加はできないが、セルコンピューティングベータアースのクライアントから書く、ボインクプロジェクトへの参加は可能。ただしクライアントが、ボインククライアントバージョン4をベースとしているため、バージョン5以降のクライアントを前提とした、ボインクプロジェクトには参加できない。 climateprediction.net の bbc 協賛版。1920年から2080年までの160年間もの気候変動をシミュレートするウェブサイトでは独自クライアントをダウンロードするよう誘導されるがボイインク標準クライアントからも問題なく参加できるワークの配布は2007年1月で打ち切られ運用結果をもとに イギリス本国で特番が放映された。ダイジェスト版は YouTube で閲覧できる。すでに参加者登録は終了しており、現在は解析中ワークの返却のみ受け付けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。